い、皆様こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の柴山です。はい、今回ご紹介するお車はこちらのお車になります。はい、こちらのお車は、見た目はあまり変わってないんですけど、新型から、マイナーチェンジされたお車、ご入庫しましたので、こちら最新のお車ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらのお車、最新型の、ディーゼル肉の、スーパージエルダークプライム2ディーゼル肉の車ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちら、もともと6型で、トヨタのセーフティーセンサーの方がついてたんですけど、こちらの方はもう標準化でつくようになりました。あとパノラミックビューモニターとインテリジェントクリアランスソナーの方もついております。はい、続いてこちらの方がフレックスオリジナルのデルフィンドラインのフロントリップスポイラーの方がついております。はい、続いて、マイナーチェンジ後に、変更された部分がこちらのホグライトのところ、ホグの部分が、LED 化されています。こちらのお車の車高なんですけど、2インチローダー施工させていただいてます。なんでノーマル車高より約5センチ車高が低い状態になってまして、運転席助手席側ともに乗り降りのしやすさが、目立っています。はい、で続いてタイヤとホイールの方が、まずタイヤの方グッドイヤーのナスカータイヤに、ホイールの方がバルベロのディープスの17インチのタイヤとホイールが入っています。後ろの方にはデジタルインナーミラーのカメラの方がついております。はい、前でご紹介したインテリジェントクリアランスソナーの方がリア部分にも4箇所こちらについております。はい、こちらの方にはバックカメラも搭載済みです。内装の方がこんな感じですね。こちらのお車ハイエース版のワイド版ということで、5人乗りのお車になります。前半分の方が座席で、後ろ半分が荷室スペースとなっております。でその荷室スペースがこちらフレックスオリジナルのベッドキットタイプ2のベッドキット、フラットタイプのベッドの方がついております。でこちらのベッドキットが5段階調あの高さの調節ができて、まあ、かなり使い勝手のいいベッドキットとなっております。はい、こちらの車両側パワースライドドアの車となっております。はい、続いて内装の方、見ていただきたいんですけど、こちらダークプライム2特別仕様車ということで、天井の方が、通常のお車より暗くなっているのと、前席ハーフレザーシートの仕様になっております。続いてこちら、デジタルインナーミラーのカメラになるんですけど、こちらルームミラーの方に、液晶で映るようになっています。はい、続いてナビの方が、こちらパナソニックの9インチのナビですね。はい、で続いてナビ周りの方とシフトノブとハンドルの方が、特別仕様車の仕様になっております。はい、続いてこちらがバックカメラになります。右側が普通のバックカメラで、左側がパノラミックビューモニター、上から映し出されるようなものになっております。はい、続いてこちらのお車には AC の 100V のコンセントの方と、
運転席側の方には ETC の方も搭載されております。はい、では参ります。でしたでしょうか。こちらの車、最新のお車、マイナーチェンジ後、6型からのマイナーチェンジ後のお車となっております。でディーゼル特有のアドブルーという、量産機なんですけど、こちらの方が、マイナーチェンジ前は約7リットルだったんですけど、マイナーチェンジ後に約10リッター入る、ようになりました。でアドブルーのザンの方も、もともとメーター周りでは見れなかったんですけど、今マイナーチェンジ後では見れるので、そういったところも最新になっておりますので、気になった方はぜひ南大阪店の私柴山までご連絡いただければと思います。はい、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。